ハンバントタ港の位置、スリランカ南海岸のインド洋のシーレーン上に位置している。ハンバントタ港は、スリランカ南部、ハンバントタ県、ハンバントタにある港湾、スリランカ西部のコロンボ港、東部のトリンコマリー港に並ぶ、第三の国際港湾として、2008年から建設が進められた。建設は、数期にわたる、 大規模な構想があり、第1期工事分は中華人民共和国が建設費用の85%を借款でバックアップするした中国の国有企業、中国港湾工程工事が担当して建設が行われた。2010年に1期工事は完成し、乗客用ターミナル、貨物取扱所、倉庫、燃料積み込み地などが整備されている。中華人民共和国にとっては、 インド洋におけるシーレーン一帯一路の真珠の首飾り戦略で重要な位置を占める港湾であり、2014年には中国人民、海報軍海軍の早急潜水艦など、複数の中国艦船の機構が行われている。コロンボ港と比べ、都市から港までのアクセス道路などの整備は遅れており、半板と多港の稼働率は低迷している。 2017年の年間気候戦数は251隻であった。スリランカ政府の資金難もあり、2017年8月には、無効99年間の港湾運営権を11億米ドルで中国企業に貸し出す契約が結ばれた。ただし、インドの警戒感への配慮から、中国人民解放軍による軍事利用は認めないことが通知されている。ありがとうございます。